琵琶湖水深90メートルを探る。激減したビワオオウズムシ。2021年3月6日朝9時、大津港に停泊した一隻の船に子供たちが乗り込みます。実験調査船発見号です。認定 NPO 法人琵琶湖トラストが主催する小中学生向け研究者育成講座、ジュニアドクター育成塾の一環として出航。琵琶湖の環境を守る未来の担い手たち、意気揚々と湖上を進みます。沖の白石。今回の目的地、高島今津沖に到着しました。近くには竹生島が。この日、子どもたちは琵琶湖の実態調査に参加します。調査ポイントは水深 90.8 メートル付近。調査用に設置していたブイを回収します。ケーブルの先にあるのは湖底の生物を調査する仕掛け。水深90メートルの琵琶湖の湖底には、さてどんな生き物が。みるみる仕掛けが引き上げられていきます。指導にあたる立命館大学の熊谷道夫教授にお話を伺いました。今回の調査の目的は、今ですね、琵琶湖の全循環がですね、2019年と2020年、止まってしまったんですよね。で、今年もまあ今 80% ぐらい回復したのかな。その間ですね、琵琶湖の底でいろんなことが起こって、まあ、特に大きいのは温度が高くなったのというのと、それから酸素が少なくなったということがあるんですね。水温の上昇かける酸素の減少で、そのことによって、ビワオオズムシというね、琵琶湖の固有種が、たくさん死んでしまったんですよ。で、それを今確かめてましてです。ビワオオズムシとは、琵琶湖の固有種ビワオオズムシは、胴体を切断しても再生することで知られる日本の淡水産プラナリアの仲間です。水深40メートル以深の湖底に生息しています。古来より琵琶湖で漁をする人々に沖の昼と呼ばれていたそうです。果たして今回の調査でビワオオウズムシの姿を見ることはできるのでしょうか。仕掛けの中を調べてみると、あ、2匹ビワオオウズムシが入っていました。そうですね、非常に小さいやつですけども、2匹ほどいました。で、これはですね、おそらくビワオオズムシが環境が悪くなって、それで卵を産んだと思うんですね。その卵が今帰ってきているところだと思うんです。湖底にはまたビワオオズムシが生息し始めているということでしょうか。やっぱりまた温度が高くなってるんですよ。だから今 8.4 度ぐらいになってきてるから、温度が高くなって、で、酸素がなくなってくるとまだいなくなると思うんですね。で、だんだん今琵琶湖はそういうふうに環境が悪くなってるんですよ。で、そういうことで近い将来にですね、もう回復しない可能性もあるんで心配してます。回復できないほど悪化してしまう可能性が高いんでね、まだ今は何とか回復したり
それからまたダメになったりとこう繰り返すんだと思うんですね。でその繰り返しがだん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 長くなってきて、いなくなってしまうという、懸念があるんです。水温と琵琶湖の生き物の関係。もともと琵琶湖に住んでいる生物のほとんどは冷たい温度がいいんですよ。で特にビワオオズムシは6度から8度ぐらいがいいと言われてるわけ。現在の琵琶湖の水温は、だから今の琵琶湖の底がだいたい去年で9度を超えてたんですよね。で今年ももう、8度から今 8.4 度ぐらいになってる。で、これからあまりその温度が下がる可能性が少ないのでね、すごく心配してます。琵琶湖の温度が上がる原因って、それは地球温暖化ですね。地球温暖化の影響が琵琶湖にも出てるということですね。これから私たちが CO2 の削減に取り組めば琵琶湖の環境も変わりますか？ただ CO2 の問題というのは、なんかな、 CO2 を下げたから温度がすぐに下がるわけじゃないんですね。やっぱ時間がかかるんですよ。だからある程度長期的には CO2 を削減して地球の温度が下がるっていうのが大事なんだけど、おそらくそれよりももっと早く生物とかに影響が出るので、ここ10年ぐらいで何とかしなきゃ本当に絶滅するんじゃないですかね。それぐらい切迫しているんですね。切迫してますね。次回、水中ドローンで湖底90メートルの映像を撮影します。そこに映っていたものとは。琵琶湖水深90メートルを探る水中ドローン編に続きます。